シェリー巡弾尺は、イギリスの巡弾尺位。シェリー製のものがジョイされた巡弾尺は3つあり、第1期がイングランド巡弾尺くらい、第2期及び、第3期が連合王国巡弾尺としての創設である。いずれも、ジョン・シェリー・オブ・マイケル・グラブを外して分子した同族であり、三例すべて現存する。マイケル・グラブのシェリー巡弾尺化紋章。紋章記述は、 黒地に、金色のノコギリ状、フェス、三つの逆さヨーロッパバイジョン・シェリーに対して1611年5月22日に、イングランド順断尺くらいの順断尺が与えられた。彼は長男に先立たれていたた,ため、順断尺位は孫に当たるチャールズが継いだ。これ以降、七代順断尺まで彼の直系男子による相続が続く。 4代順段尺ンはランデル及びルイス選挙、苦戦室の庶民議員として活動した。5代順段尺ンも父同様に庶民議員を務めたほか、ロンドン党記録管理官や財務省記録保守機関といった法級の高い官職を歴任した。その孫にあたる7代順段尺ンには男子がなかったため、順段尺位は弟、フレデリックの系統に移行。 現在に至るまで彼の直系子孫による継承が続いている。八代順弾尺のヤシャゴにあたる十一倍、順弾尺ジョンがシェリーや元頭主である。二代順弾尺の長男パーシーロマンハシ人として著名。ビッシュ・シェリーはホイッグ島とノーフォーク公爵の熱心な支援者であったことから1806年3月3日に順弾尺に助せられた。彼の後は、 長男ティモシーが順弾尺位を襲った。他方、ジナンジョンも自身の権利として、順弾尺を授けられて、これが、下記のペンズハーストプレイスのシェリー順弾尺である。中でも、二代順断尺ティモシーの、長男パーシー・ビッシュ・シェリーは、冬北りなば、春縁から字のフレーズで知られる詩集、西風の符を表したロマン派詩人である。また彼の妻、メアリー・シェリーもゴシック小説。 フランケンシュタインの著作で知られる小説家であった。しかしパーシーは父に先立って死去したため、順段釈位は夫妻の息子パーシーが相続している。ただし、彼にも男子がなかったため、釈位は重慶帝エドワード、さらにその弟、チャールズの順で継承されて、以降は八代順段釈まで五代順段釈の男子によって相続された。 八代巡弾尺のフレデリックが死しなく没すると二代、巡弾尺の系統は耐えたため、初代巡弾尺の次男ジョンの子孫にまで遡って、巡弾尺位は継承された。その結果、ゴアリング城の巡弾尺位は、ドリール死尺シドニー家に相続、統合されて、現在に至っている。一族のかつての邸宅は、サセックス州ワージングに位置するゴアリング城であったが、小説家、 メアリー・シェリーが1835年に売却したことで一族の手を離れた。ゴアリング城の初代順断尺サービッシュ・シェリーのジナン・ジョン・シェリーは1818 18年12月12日に連合王国順断尺くらいの順断尺に除された。その子フィリップがド・リール・ダドリー男尺に除された後、その子孫である六代男尺ウィリアムがド・リール子爵を授けられたため、 順段爵位は、ドリール借位くらいの従属爵位となって、現在に至っている。一族のかつての邸宅メアズフィールドパークを描いた水彩画推定相続人は、現当主の弟であるトマス・ヘンリー・シェリー。一族の旧邸宅ワーリング場以降の歴代、順段釈は、ドリール借を参照。順段爵位は、爵位と異なり、順段釈という肩書きだけ与えられる。 他の順番尺くらいと区別する必要がある場合にのみ、生命をつけたり、由来する地名をつけたりして区別する。このうちルイス選挙区での当選は、岐阜にあたる初代入閣する公爵の口利きによるものだという。遡ること150年前に分子した子孫であり、極めて登園。ありがとうございます。